東日本大震災は東北3県の沿岸部に特に多大な被害をもたらしました。震災から4年の時を経て全線運行が再開された JR 仙石線で仙台から30キロ余り、宮城県東松島市は津波による被害を受けた地域の一つです。2012年2月に東松島市で開設されたホーテラス東松島、開設以来一人でも多くの被災者にホーテラスの役割を知ってもらい、自身の法的問題に向き合ってもらえるよう地道な活動を続けてきています。震災以降、市役所による土地の買い上げ、集団移転事業が進む中で、被災者が抱える問題も地域によって、あるいは時間の経過によって様々なものが現れております。大震災から2年目までは買い上げの対象土地の名義が仙台あるいは仙台となっている場合が多くて、市役所では今の方に相続登記になっていなければ買わない、あるいは抵当権がついている場合もあるんですね。その場合の抹消していなければ買わないというので、これに対応した相談が多かったです。また住宅は流されまして、ローンだけが残ってしまった、そのような処理の相談が多かったのです。ホーテラス東松島では月曜日から金曜日まで、被災された方ならどなたでも無料法律相談を受けることができます。また市との連携による法律以外の分野の専門家によるよろず相談会を開催しています。で、市としましても被災された方々の抱える問題の解決についてですね、法律相談の場っていうのは大切に重要であるっていうふうに認識をしておりましたので、ホーテラスさんの方と連携をしまして、複数の専門家の方によって、サービスが受けられる相談の窓口としてよろず相談会の方を開催するように至りました。毎月開催している相談会のチラシですとか、相談の結果等について、ホーテラス東松島の職員の方からこちらの方にお持ちいただいて、実際相談の状況ですとか、そういったお話を頂戴するにあたって、やはり市民の方々ですね、いろんな問題を抱えているんだなっていう部分、改めて把握ができるっていうことでも非常にありがたいと感じてまして、今後も協力をした上でですね、この事業について継続する大切なパートナーというふうに感じております。ホーテラスの被災地出張所では、高齢者など事務所へ足を運ぶことが難しい利用者のために、可能な限り個人のお宅への出張相談や仮設住宅近くへ出向く巡回相談も行っています。この日は石巻市海星地区の仮設団地での巡回相談です。利用者との法律相談は対面シートになっているホーテラス号の後部座席で行うこともあります。無料相談の機会を少しでも広げるため、弁護士や職員が担当地域一帯に出向いています。電話相談とかね、今テレビ電話とかそういった手段とかもありますけれども、直接面談でなければね、聞き取れないようなところも結構ありますので、せっかくこのような機会があるんですから、ぜひぜひ活用していただきたいなというふうには思います。ホーテラス東松島の業務についてご覧いただきました。この東松島を含めて、東日本大震災で大きな被害を受けた東北3県にはホーテラスの被災地出張所が計7箇所設けられています。いずれも津波などによる甚大な被害を受けられた方々が暮らす地区であるとともに、法律の専門家や関係機関が少なかった場所でもあります。それだけに、ホーテラスは国の機関であるという安心感、地域に根ざした活動への信頼は利用者にとって頼りになる存在です。あなたの町でホーテラスのロゴやホーテラス号を見かけたら、法的な問題がご自身に降りかかっていないか思い起こしてみてください。全国どこからでもご利用いただける震災ホーテラスダイヤルでは、お話を伺い問題を整理するお手伝いをしています。まずは震災ホーテラスダイヤル0120-078-309までお電話ください。